日印関係では日本とインドの両国間の関係について述べる。歴史を通じて日印関係は常に強かった。仏教はインドから中国を通じて日本に伝わり、その後何世紀にもわたり、インドと日本は文化的な交流を続けてきた。第二次世界大戦中、大日本帝国陸軍はイギリス軍との戦いで、 スバス・チャンドラ・ボース率いるインド国民軍と共に戦った。インドは2005年から日本の ODA の最大の受益国の一つである。インドと日本は双方の歴史における困難な時期においてお互いを支え合ってきた。両国はインドの独立後も良好な政治的関係を保っている。ソニーやトヨタ自動車。 ホンダなどの日系企業はインドに製造施設を持っており、インド経済の発展により、インドは日本の企業にとって大きな市場となっている。実際、日系企業の数社はインドに投資した最初の企業であった。インドに最初に投資をした最大の日系企業は、インド政府との合弁企業であり、インド最大の自動車会社である、マルチスズキを設立した巨大な、 自動車企業鈴木であった。2006年12月、マンモハン新首相はついに日本を訪問し、日印戦略的グローバルパートナーシップに向けた共同声明に調印した。日本はデリーメトロをはじめとするインドの多くのインフラ建設計画のための資金を援助した。2006年から開始されたインド人の外国語青年招致事業の死亡者は、 歓迎され、2006年の開始には、当初一人しかなかった応募枠は2007年には41人に拡大された。2007年にはまた、海上自衛隊が、インド海軍やオーストラリア、シンガポール、アメリカ合衆国と共に行った、インド洋での合同軍事演習に参加した。2007年は、日印交流年が宣言された年でもあった。日本の東大寺の大仏。 日本の七福神の一つであるベザイテン。ベザイテンは本来インドの女神、サラスバティのことである。日本とインドの文化的交流は6世紀に仏教が日本に伝わったことから始まった。736年、インドの僧侶母大センナは仏教を広めるために来日し、東大寺の大仏の海岸区妖怪の同志を務め、760年に亡くなるまでそのまま日本に留まった。 仏教と仏教に密接に結びついたインド文化は日本文化に大きな影響を与え、それは今日でも感じられ、両国の自然観の神話に結びついた。仏教によって結びつけられたインドと日本は、両国の僧侶や学者がしばしば互いの国を目指して、航海の旅に出た。インドの仏教像は8世紀より日本を訪れてきた。 現在は破壊されてしまったインドのナーランダイ院にある古い記録には日本から来た学者とで死のことが書かれている。日本からインドア大陸への渡航者で最も有名なものの一人は古代の日本におけるインドの名称である天竺にちなんで名付けられた天竺特兵である。両国間の文化的交流は双方の民話において多くの類例を生み出した。 空想説話である漫画やアニメの作品のような、現代の大衆文化はこの民話に基づいており、時には、双方の共通の神や悪魔、哲学的概念と関係があることもある。例えば、インドの女神サラスバティは日本では、ベザイテンとして知られる。ブラフマーは、ボンテン、ヤマは、エンマとして知られ、また伝統的な仏教寺院の一部でもある。さらに、 仏教の影響が普遍的に見られる両国の社会は、現在の世界の他の国においては、一神教が多いのとは、対照的でアニミズムの宗教である神道と、同様、ヒンドゥー教にもアニミズムの要素が見られる。ヒンドゥー教と仏教で使われている古典的な言語である、サンスクリット語は、日本に移り住んだ古代中国の僧侶によって伝えられ、今でも用いられており、また、 インドではすでに用いられていないのにもかかわらず、ボンジは今でも使用されている。また、日本の寺院の入り口にある鳥居は、インドの寺院の入り口にあるトラナと関係があるかもしれないと考えられていた。16世紀、日本はポルトガル領となったインドと政治的関係を築いた。当時の日本人は、ポルトガル人はインドからやってきて、キリスト教は新しい。 インド人の信仰になったのだと考えた。これらの誤った奥説は、インドの都市5話が、ポルトガルの東インド会社の中心的な拠点になっていたことと、ポルトガル船に乗っていた、膨大な数のインド人乗員が、キリスト教徒になっていたためであった。16世紀から17世紀にかけて、インド人の船員は、ポルトガル船後の18、19世紀には、 イギリス戦の上院として頻繁に日本を訪れた。1596年にキリスト教徒の迫害が始まると日本の多くのキリスト教徒はポルトガルの植民地だったインドのゴアに逃れた。17世紀の初めまでにはゴアには日本人の取引商やポルトガル人によって買われたり捕らえられたりした日本人によるコミュニティが出来上がっていた。 両国の関係はその頃から続いているが、直接的な交流が始まったのは日本が近代化の過程に入った明治時代からに過ぎなかった。1903年には日印協会が設立された。20世紀中頃には共に黄金時代を迎えた両国の映画を通じたさらなる文化的交流が起こった。サタジットレイヤ、グルダット、ラジニカーンとの映画は、 日本の映画に影響を与え、黒沢明や小津やスジロー、清水隆の映画は、同様に、インドの映画に影響を与えた。1915年、ラース・ビハーリー・ボースを称える、晩餐会が彼と親しい日本の友人で、反アジア主義者の遠山光後の首相、犬飼武志らによって模様された。20世紀初頭の日本の大国としての台頭は、インドでは、 肯定的に捉えられ、アジアの復活の始まりとして象徴化された。インドでは、戦後の日本の経済の立て直しと素早い、経済成長に対して、大いなる賞賛の声が上がった。両国の著名な人物はその時から増え、歴史的書物によれば、日本の哲学者、岡倉天心とインドのサッカラビンドラマートタゴール。 オカクラとベンガルの詩人プリアムバダバネルジーの間に友情が芽生えた。大英帝国の一部であった時代、多くのインド人がイギリスの統治に行き通っていた。1923年8月17日、日英同盟は終焉した。そのため、二つの世界大戦の間に大日本帝国とその同盟国によってなされた今日でも論争となっている戦争犯罪について、 インド国民軍は、我々の敵の敵は、我々の味方という態度をとった。多くのインドの独立運動の活動家は、イギリスの統治から逃れ、日本に滞在していた。インド独立運動の指導者であるラース・ビハーリー、ボースは、日印関係の礎を築いた。後に首相となった、犬飼けしや反アジア主義者である、東山光つや大川周明らの日本人はインド。 独立運動を支援した。インドから留学していたエーム・ナイルは独立運動の活動家になった。ナイルは、戦中は、スバス・チャンドラ・ボースから、戦後は、ラダビノ・ードパール・ハンジからの援助を受けていた。1899年に、東京帝国大学は、サンスクリット語科とパーリ語科を開設し、さらに1903年には、比較宗教学科が開設された。 このような環境のもと、20世紀初頭には、数多くのインド人留学生が日本に渡り、1900年、東方青年協会を設立した。ロンドンの目撃者から伝えられた彼らインド人、留学生の反栄的な政治活動は、インド政府を老狽させた。1934年1月5日、日本とインドは、1934年に鎮貿易協定。 おニューデリーで締結した。1937年4月1日、日本とインドの間で署名された、1937年日印貿易協定が発行した。期間は3年間で、期限は1940年3月31日までであった。1942年4月、日本の藤原岩市中佐を迎えるインド国民軍の新将軍インドと日本は、 インドの独立運動の間も深く結びついていた。同盟は、日本のムタグチュレニア中将と、東条秀樹陸軍大臣、イギリスからのインドの独立運動に献身していた、闘争運動である自由インドカリー政府と、インド国民軍を率いるスバスチャンドラボースとの会談から生まれた。インド国民軍は、主に日本軍がシンガポール陥落時に捕らえた。 英印軍の捕虜と日本の戦争に加わることを決意した東南アジアのインド人から構成されていた。ボースはインド国民軍がインドでのあらゆる作戦に参加することを絶望し、ムタグチなど数人の日本人が予想していたように英領インドの崩壊と独立運動の勝利を確信していた。日本にとって彼らの西側の国境線がより有効的な 政府によって管理されるという考えは魅力的なものだった。日本のアジア傍聴はアジア人によるアジアの政府を支援する努力の一環であり西洋の植民地主義と対決するものであるというアイデアもまた日本と一致していた。日本政府はインドの独立闘争の間もインド国民軍とインド独立連盟に対する広範囲にわたる支援を拡大した。 インドと日本はインドの独立戦争に対する資金援助の協定を結ぶことで合意した。日本がインドに対し侵略の意図があったのかどうかは定かでない。日本の政府にとって彼らの西側の国境線がより友好的な政府によって管理されるというのは魅力的なものだった。日本軍は多くの戦闘においてインド国民軍と共に戦った。 その中で最も著名なものは、マニプルにおける合作戦である。戦いは、インパールとコヒマにおいて始まり、日本と、その同盟国はそれらを占領したが、その後奪い返された。1943年、インドと日本は、他のアジアの国々と共に大東亜会議に参加し、人種差別の撤廃に向けて努力していくことを、宣言した。 イギリスの統治下にあったアンダマニ諸島とニコバル諸島は日本によってインドへ返還された。1944年、スバス・チャンドラ・ボースは将来のパイロットとして訓練するため、インドの青年を日本の陸軍士官学校、または陸軍航空士官学校へと送った。東京の靖国神社にあるラダビノードパール・ハンジーの検証費。極東国際軍事裁判で、 インドのラダビノードパール犯人は、後に、ジャワハルラールネルを筆頭とする、インド新政府との対立関係が生まれてしまったが、日本の戦争犯罪を、ある程度は認めつつも、国際法上の問題から、結果的に、日本の無罪を主張する内容の意見書を発表。このエピソードは、一部の論客を中心として、インドと日本の親密さの象徴であると主張されている。 1949年敗戦で落ち込んだ日本を励ますため、インドは上野動物園に2匹の像を送った。日本人にはインドが日本の主権と独立が限定的であったことを懸念し、1951年にサンフランシスコ講和会議への出席を拒否したことについて現在も覚えている者も,もいる。日本の主権回復後、日本とインドは 講和条約に調印し、1952年4月28日、国交を樹立した。その中でインドは日本に対する賠償を全て放棄した。この条約は日本が第二次大戦直後に調印した講和条約の一つである。インドと日本の間の外交、貿易、経済、そして技術的関係は全て守備よく築かれた。インドの鉄鉱石は荒廃した。 大戦後の日本の復興に役立った。その後、1957年に日本の騎士晋介首相はインドを訪問し、1958年、日本政府は初となるインドに対する円尺館を開始した。しかし、冷戦下の国際政治により、両国の関係はぎこちないものになった。インドは非同盟の外交政策を貫いたが、日本は、 対戦後の同盟関係の再構築の結果、アメリカの同盟国となった。しかし、1980年代以降、二国間関係を強化する努力が払われた。インドのルックイースト政策は、日本を重要なパートナーとして位置づけていた。1986年以後、日本は、インドの最大の援助供与国となり、今でもそうである。 両国の関係は1998年のインドのポカランにおける核実験によって停滞した。日本は核実験後、インドとの政治的な交流や経済援助の削減を含む制裁を科した。これらの制裁は3年後解除された。この頃より両国の二国間関係は再び加速度をつけて改善した。2006年第一次安倍政権時代に インドのマンモハン新首相が訪日。その際、安倍首相との間で、毎年交互に、両国の首相が相手国を訪問することを約束が行われた。これ以降、毎年とまではいかないまでも、日本の首相の法院、インド首相の来日が頻繁に行われるようになった。2013年11月30日、インド政府からの調整により、 日本の天皇皇后は53年ぶりの歴史的訪問を果たした。2014年現在、日印両国は互いを重要視している。2014年1月26日、インドは安倍晋三首相を共和国記念日に招待した。インド政府は例年、関係強化を目指す相手国の首脳を共和国記念日に招待するのが通例となっている。 インドの新聞ザ・タイムズ・オブ・インディアは日印関係を最も重要としている。2015年3月30日にインドのパリカル国防相が日本の安倍首相と会談した際に日印関係の強化はインドでは政党を超えて強い支持を得ていると述べた通り日印は政権が交代しても友好関係を保つ間柄となっている。2000年8月 日本の森吉郎首相はインドを訪問した。会談において、日本とインドは21世紀における日イングローバルパートナーシップを構築することで合意した。2001年12月、インドのあたるビファリー・バージペイ首相は日本を訪問し、両国の首相はハイレベル対話や経済協力、軍事、反テロリズム協力を含む日イン共同宣言を発表した。 2005年4月、日本の小泉純一郎首相はインドを訪問し、インドのマンモハン新首相と共に、アジア新時代における日インパートナーシップ、日イングローバルパートナーシップの戦略的方向性、と題する共同声明に署名した。日本は現在、インドに対し第3位の海外直接投資を行っており、1991年以降、日本企業が行った。 退院投資の累積額はおよそ2600億ドルに上る。日本銀行がまとめた2007年の国際協力に関する年次報告書によると、インドは日本企業にとって長期的に最も有望な海外投資先であるとしている。近年、日本はデリーメトロ計画のようなインドのインフラ開発計画を支援している。両国はまた、 デリームンバイ間産業大動脈構想やデリームンバイ間・デリーハウラー間に貨物専用鉄道を建設する計画についても話し合っている。2008年10月、日本はデリームンバイ間を結ぶ鉄道建設事業に4500億ドルの低金利の融資を供与することでインドと合意した。これは日本による海外における融資で単独の計画としては 過去最大であり、両国の経済的なパートナーシップの成長を反映したものである。インドは日本がオーストラリアといったと同様の安全保障協力に関する共同宣言を行った国である。2006年3月の時点において、インドにとって日本は第三の投資国であり、投資総額は21億2000万ドルに上ると推定される。2009年後半、 ソフトブリッジソリューションズジャパンの吉田健一は、インド人の技術者は、日本の IT 産業の屋台骨になってきており、日本の産業界にとって、インドと協力すること重要になっていると語った。2009年11月、日本の製鉄企業である、JFE スチールは、西ベンガルに、合弁で工場を設立するため、インド第三位の製鉄企業である。 JSW スチールと提携することで合意した。2010年にマンモハン新首相が日本を訪問した際、両国はビジネスの交流を拡大させていくことや人的交流、両国の市民のビザ発行手続きを緩和する、了解覚書に署名することで合意した。覚書の下、インドにビジネスで渡航する日本人に対して3年間有効なビザが、 発行される予定で、同様の手続きは日本でも行われる。この訪問のもう一つのハイライトは、両国の貿易における関税が次の10年間で94%が廃止されることである。合意によると、日本からインドへの輸出の90%とインドから日本への輸出の97%の関税が廃止される。両国間の貿易もまた着実に増えている。 2010年10月26日、日本とインドは、包括的経済、パートナーシップ協定について話し合うことで合意した。2007年、海上自衛隊とインド海軍は、インドの西海岸での合同演習、マラバール2007に参加し、そのような多国海演習への日本の参加は、インドと日本の緊密な軍事協力を象徴している。 インドと日本は緊密な軍事的関係をも築いている。彼らはアジア太平洋及びインド洋における安全保障を維持する利害を共有しており、国際犯罪、テロリズム、海賊行為、大量破壊兵器の不拡散の分野で協力している。両国は頻繁に合同軍事演習と技術協力を行っている。2008年10月22日、 インドと日本は安全保障共同宣言に署名した。日本とインドは強い文化的なつながりを維持している。両国は2007年を日印有効年とすることを発表し、インドと日本双方において文化的イベントを開催した。1970年代頃からインド出身のタイガージェットシンが日本プロレス界で活躍し、当時人気だったプロレスを大いに賑わせた。 手塚治虫は、1972年から1983年に、仏陀の生涯を描いた漫画、ブッダを描いた。近年、日本はまた、古代の仏教徒の学問の中心であった、ナーランダ大学の再建を支援しており、財政支援を供与することに合意し、近年インド政府が提案と共にアプローチしている。ありがとうございます。